はい、大椿ゆう子様。はい。行くよ。はい。もう飽きられても行くからな。もうその視聴者様的にもうええでって言われるかもしれんけど、やる。いやいや、多分待ってると思いますよ。みんな師匠、みんな好きかな。師匠対大椿様。もうなんせ俺今大椿ゆう子様のことを語らせたら、うん、日本一やと思う。まあやり合ってますからね。すなわち日本一、すなわち世界一ってこと。多分日本以外で大椿のことを語る人物はおらんやろから、うん、日本一イコール世界一やんけ。ついに師匠世界一取っちゃいますか。大椿ゆう子のこと語らせたら俺世界一やと思う。そういう自負はできたものな。まあ生でやり合いましたからね。はい。直にね会って、うん、でどういう人間かっていうのも、もうたった一日のうちの数時間見ただけやけども、よく分かりましたからね。うん。なんか大きかったと思うわ。ほんま。なんかなんやかんや言ってなんかまともな人なんやろうなって俺思ってたやん。割と。あーね、その あれ見たからでしょ。その選挙の時に、うんうん、ちょっとだけ見たんや、うん、街頭演説をな、うんうん、1回だけ、うん、その時割とまともやったんよ。でそれは割とまともに見えたのは、うん、ただ疲れてただけやってこと。僕その連日の街頭演説の連続で疲れて、なんかもう声も枯れて、なんか弱々しかったんや、なんかその時見た時はな、うんうん、だからあなんか割と、ま、言ってることはおかしかったで。あ、言ってることはですね。だ外国人参政権を認めましょうみたいな言ってることはおかしかったんで、うん、でもまあなんか弱々しくて、なんか声もなんか全然出てなくて、あなんか意外にまともやなみたいな感じ見えたよ。まあいろんな要素もあってんけどな。その前に辻元清美の街頭演説行ったら邪魔されたけど、大椿のとこ行っても邪魔されへんとかそういうこともあったから、なんか、まあ、割とまともやんって印象があったんやけど、実際行ってみて元気やった時、うん、元気な大椿さんはろくでもない人物でしたね。ということでね、皆さんも見ましたよね。もう俺はなんか何もないとっから、こいつはあれだとか言ってるわけじゃないからね。ちゃんと行って時間に対決して、うわろくでもねーって証拠を見せながらやってるんやから、まあね、まあそれを誹謗中傷で言うんやったら言うで別にいいけど、言うんでしょうな。大椿優子さんから見たら誹謗中傷なんでしょうな。ちゃんと証拠見せて、こうこうこうでこうでこういうことしたらこういうこと言われたよっていうね、ちゃんとどういうことをやったかちゃんと見せても誹謗中傷なんでしょうね。誹謗中傷言ってたもんね。それとね、同じこと言うてるんですわ。また大椿ゆう子様がモヘモヘさんっていう非常に有名なツイッターっていうのかな、インフルエンサーがいるんやけど、うん、やり合ってるってねとこがあったのでね、見ましょうか。まあなんか要するに、まず大椿様が、うん、大椿が大椿の野郎が大椿の野郎がなんか石原慎太郎が亡くなった時に、なんか亡くなったとこをなんか言ってたやん、ボロカスに。大椿そのことをその言われたやろな。そのまだ今回もさ、安倍さんが亡くなったことをいつまでも言ってるわけやん、こいつらはさ、大椿に限らず。で石原慎太郎の時も同じようなことやってたよねみたいなこと言われたのな、多分な、おそらくこれは想像やけど。それで生前の石原慎太郎さんの言動を問題にし、鋭く批判してるツイートは他にもたくさんあります。ではなぜ私のツイートが炎上したのか、こっからですよ。女性プラス社民党プラス落選者、叩きやすい要素を持っている、こいつは叩いていいと判断されたのだと考えています。はい、出た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 よ。女性を持ってくるんやって。まずだ、社民党はまあそれはそうなんちゃうと思うけどな。社民党を叩きやすい要素っていうか、そ、まあ、でも社民党は叩かれるようなことを全体的に言ってんやから叩かれてるだけやけど、落選者も別に、
落選したから叩いてるってことはないじゃん。別に当選してても一緒やったと思うで。別にそこはだからそのうわー落選したねっていうのをまあそこは揶揄されてるのはされてるやろうけど、それは揶揄されてる材料にされてるだけで、当選したから言ってあんたに大椿様に批判の量が、落選者やから批判されてるってことはないと思うで。多分当選してたらもっと叩かれてると思うで。もう分析甘いよね。女性特にもう女性言ってたよね。俺が行った時も言ってたよね。ブツ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 言って、私が女だから来てるんだろうみたいな、女性の政治家にだけ来てるんだろうって俺にも言ってたよね。ブツ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 、男性だったら行かないくせにとかさ、勝手に決めんなよと思ったよ。なんで俺が女性だけに来てるって勝手に決めつけんねんと思った。意味がわからへんよねっていうところに、モヘモヘさんが揶揄して、私は弱者で被害者だというツッコミを入れたよね。で、裏に隠れているミソジニーを指摘したら被害者ぶるなって、お前が問題なんだ、話をすり替えるなと言われる。だから結局何も言えなくなる。なんで？まあ話をすり替えてるよね。別に女性と関係ないもんね。え、女性だからでもあるよね、ミソジニー。まあミソジニーはあるかもしれんけど、お前が叩かれることとミソジニーは関係ないんちゃう、直接は。うっすら風味としてはあるかもしれんけどな。でも関係ないよね。お前が変なこと言わへんだら叩かれへんねんけ。この国のありとあらゆるところにはびこっている、言っていかなきゃいつも。いやだから別にミソジニーがあるっていうことを言っていくのは別にいいと思うけどさ、お前が今この瞬間叩かれることとミソジニーと何の関係があんの？いや関係ないわね。お前言ってっけどさ、俺と対決した時もなんか女だから叩きに来てんだろみたいなこと言ったけど、俺は別にあの時梅田のヨドバシの前でうわやり合いしましたけど、大椿様とやり合わせていただきましたけど、俺は批判すらしてないからな、あの時な。言っとくけど、あん時俺が言ったことは、あんたらそれは大椿さんにまあ言ったけど、横にいた福島にも当然あんたら社民党としてはどう思ってんねんという意味で、天皇の国葬には反対なんですかって聞いただけやからな。俺はそれを聞いただけやからな、あくまでもな。それ言い方がきつかったっていうのはあるかもしれんけど、それ俺が言い方がきつかったのを取ってさ、言い方が気に入らないんだよとか、偉そうなんだよとか言ってたよね。それこそさ、俺の言い方が偉そうなことと何が関係あるのよ、俺が質問してることでは。いや質問にはほんで答えるって言ったからな、あんたがな。あんたが後で質問に答えるって言ったのに答えへんから俺は怒ったんやからな。それで怒ったことをさ、あんたの言い方が気に入らないんだよって話をすり替えたよね。またね、そこでね、それでさらにすり替えるわけよ。で、俺の言い方が気に入らんっていうのはまあええとしようや。まあ確かに俺の言い方はきつかった部分があるから、そこは反省しますんで、してますんで、ちょっとだけ反省してます。言い方がきつかったことだけを反省してるだけだからな、言うとくけどな。言った内容は全く反省もしてんが、だって別に俺反省する必要なんてないもん。別に俺は何も責めてなかったんやからな。質問しただけです。しかも、その、天皇の国葬には反対してるんですかと、みんな、弟子ですら、思ったやからな、それはな。あれ、天皇の国葬には反対なんて思ったわけやんか、うん、弟子もさ、うん、弟子ですら思いつくような質問をしただけや。で別に答えられるんやけ、そんなもん 0.1 秒で答えられるやん。反対ですって、うん、賛成です、言ったらええだけの話をなんかする、あんたの言い方が気に入らないんだよってね、言ってね、答えなかったし、それでなおかつ私が女だから妨害される。いや妨害ちゃうやけ、俺質問しただけな。俺なんかその
そいつらの国葬反対について、国葬反対なんてけしからんも何も言ってへんわけ。俺の意見なんて一つもな。分かってる？それを女のもん、でも俺、そう、あんたらは天皇の国葬に反対なんですかって言ったことに、なんか味噌汁に関係あるの？でしょ、今のな、俺の、あなた方は天皇の国葬に反対なんですかっていう質問の中に、なんか味噌汁に要素ある？うんないと思うんですよね師匠。俺別に批判もしてない、ね、だから質問しただけやからな、うん、俺は、はい、それは答えるべきやと思ったから質問しただけやからな、うん、何ごまかしたん、どなたの国葬も反対ですって言ったから、そこには天皇は含まれるんですかという意味で天皇の国葬にも反対なんですかって聞いただけやからな、うん、ごくごく真っ当な質問やと思うんですけど、それを女だからと今度言ってて、でそのブツブツ言ってたのを俺は見て、ダメだこれやと思いましたね怒りや、ドリフ大爆笑の怒りや長助と状態になりました、ね、ダメだこれや、話が通じてねえと思ったわけですよ。だからここでもう行われてるわけや、ここでも話が通じてへんねん、もへもへさんは言ってんねんけど味噌汁にいいがーとか関係やらへんわ、そんなこと言ってっから、お前はいつまでもな、いつまでもわけのわからんこと言い続けんやろな、ほんま言い続けてんやろなと思ったわ女だから言われるんだよって思ってたら楽やな、私が女だからいいやん、だからもうみんな思ってんやろな、フェミニストとか言ってるやつらは、私が女だからこういう嫌な目にあってんだって思ってたら楽でいいよな、成長はないけどな、その代わりな、精神的に楽だけ、楽なだけやけどな、一生言ってたらええんちゃう、ほんま。ここでももやまさんも言ってっけど、はっきり言うが、人の死を喜ぶのような人間に非難が集まるのであって、女だから社民党だからではないぞ。その通りじゃね、まあ、社民党だからはあるんちゃう、ちょっと、まあ、社民党も関係ないよな、まともなこと言ってたら別に怒られへんわけで、何も言われへんわけでよ、変なこと言ったから言われるだけやんけ、別に変なこと言うなって言わんよ、まあ、言ったらええんちゃう、お前が思ってることをそのまんまさ言ってたらええんちゃう、死んだ人の死体蹴りとかしてたらええんちゃう、いついかなる時もよ、ほんでさ、そうしたら叩かれるいう話やんけ、死体蹴りなんてやめた方がええんちゃうって言われるっちゅうねん、そんなもん、石原慎太郎にしても安倍晋三にしてもよ、言われたりする、死体蹴りなんてみっともないからやめたらどうやって言われてんの、私が女だから言われてんねん、話が通じてへんやけな、マジでな、こんなもんかな、ほんまにはい、ね、しつこいようですけど、まあ同じことの繰り返しになるかもしれんけど言っていきます、もうしつこいぐらい言ってきます、もう俺はもう完全にこの大椿さんは敵と認定しましたんで、もうずっとやっていきたいと思います。んで、まああのさ、ぶっちゃけ今までそんなに注目してなかった、まあたまに注目してたけど、そんな毎日毎日この大椿さんが何言ってるかなんてチェックはしてなかったんやけど、今まではね、するようになりましたからね今日は何言ってんやろなみたいな感じでチェックするようになりましたから、よりより増えていくと思います。最低でも週1ぐらいはやるんちゃうかなって感じです。以上です。